彼女が築いた帝国は今なおその影響を放つ。メリー北川、ジャニーズ事務所の女帝として知られる彼女の生涯と業績をこの動画で深掘りします。彼女はどのようにしてアメリカ生まれの少女から日本最大のエンターテインメント企業の一角を担うまでに上り詰めたのでしょうか。そしてその道のりにはどんな試練が伴ったのか。動画ではメリー北川の初期の生活から始まり、ジャニーズ事務所での彼女の役割、彼女が事務所やタレントに与えた影響、そして彼女の死後の事務所の変遷に至るまでを紹介します。彼女がどのようにしてタレントとしての近藤真彦を特別扱いし、中森明菜に影響を与えたかの具体的なエピソードも取り上げます。またメリー北川がジャニーズ事務所と共に築き上げたレガシーと、その独自の経営スタイルがどのように業界標準に影響を与えたかを解説します。メリー北川のストーリーは単なる成功物語ではありません。彼女の決断がもたらした複雑な波紋と、その背後にある情熱と犠牲を追います。この動画を通じて視聴者は彼女の業績を通して日本の芸能界がどのように形成されてきたかを理解することができるでしょう。彼女の生き様は多くの議論を呼ぶことは間違いないですが、その全てがジャニーズ事務所と日本のポップカルチャーの発展に不可欠だったのです。それではメリー北川さんの異国での誕生からジャニーズ事務所でのキーパーソンへについて見ていきましょう。メリー北川さんは1926年12月25日、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれました。彼女が生まれた背景には、高野山真言宗の僧侶であった父、北川康道さんの影響が大きいです。北川康道さんは布教活動のため世界を回り、ロサンゼルスのリトル東京に位置する高野山米国別院で第3代士官を務めていました。こうした環境の中、メリーさんは幼少期を米国で過ごし、その後一家で日本に帰国します。家族はその後もアメリカと日本を行き来し、メリーさん自身もアメリカンネームを持ちながら、1947年には再びアメリカへ渡り、ロサンゼルスシティカレッジに通いました。この異国での生活経験が後の彼女のキャリアにどのように影響を与えたかは計り知れません。1950年代に入るとメリーさんはロサンゼルスでカウンターバーを開業。しかし家族の中で特に重要な転機となったのは、1962年に弟ジャニー北川さんが芸能事務所ジャニーズ事務所を設立したことでした。メリーさんはバーを閉店し、事務所の経理担当としてその運営に関わるようになります。彼女は事務所の初期から中心的な役割を果たし、弟と共に日本のエンターテインメント業界でその名を馳せることになります。ジャニーズ事務所が大きく成長する過程で、メリー北川さんの経営手腕や人脈が生かされました。彼女の厳しくも緻密な管理が多くの若手タレントのキャリアを支え、事務所の発展に貢献したのです。長い間にわたって業界の第一線で活動し、強い意志と確かなビジョンを持ってジャニーズ事務所を日本の芸能界における重要な位置に押し上げた彼女の功績は、多くの関係者やファンによって語り継がれています。次はメリー北川さんと近藤真彦さんの特別な関係性についてです。近藤真彦さんはジャニーズ事務所のタレントとして活躍していた中、メリー北川さんとの間には特別な絆が形成されていました。この関係は彼女が近藤さんを非常に高く評価し、メディアや公の場で頻繁に彼の賛辞を述べることからも明らかです。彼女はインタビューでの質問と無関係に近藤さんの話題を持ち出し、彼の才能や魅力を強調することが少なくありませんでした。この二人の関係は、近藤真彦さんがジャニーズ事務所のタレントとしての地位を確立する上で非常に重要な役割を果たしました。メリー北川さんは近藤さんを事務所の看板タレントとして、また彼個人としても深く意図し支持し続けていたのです。彼女は近藤さんのキャリアを積極的にサポートし、彼が直面するかもしれない問題や困難に対しても常に彼の側に立って対処していました。近藤真彦さんとの関係が公となる一幕もありました。ジャニーズのメンバーがメリー北川さんのマンションを訪問した際、近藤真彦さんが突然裸で現れたというエピソードは彼らの間の密接な関係を物語っています。さらに彼女はあるインタビュー中、近藤さんの家庭や私生活について語り、彼の母親との関係や私的なエピソードまで公にすることがありました。これらの行動からは、彼に対する彼女の深い愛情と彼の成功と幸福を願う強い思いがうかがえます。メリー北川さんと近藤真彦さんの関係はジャニーズ事務所内外で多くの注目を集めました。彼女の彼に対する特別な扱いは、
他のタレントとの間で時に議論の対象となることもありましたが、それでも彼女は変わらずに近藤さんを支え続けたのです。その姿勢は彼が芸能界で活躍し続ける上での大きな支えとなり、二人の間の強い信頼関係を築く基盤となりました。次は中森明菜さんにまつわる事件とメリー北川さんの関与についてです。1985年、中森明菜さんと近藤真彦さんは映画愛旅立ちでの共演をきっかけに交際を始めました。この関係は一時は順調に見えましたが、後に近藤真彦さんの松田聖子さんとの浮気報道が明るみに出ると事態は一変します。この報道を受けて中森明菜さんは精神的に大きな打撃を受け、自殺未遂を起こしました。この危機的状況の中でメリー北川さんの役割が注目されます。彼女は中森明菜さんが自殺未遂を起こした後、マスメディアに積極的に介入しました。特に NHK の紅白歌合戦の裏番組として中森明菜さんと近藤真彦さんを出演させる特別番組を企画。この番組では中森明菜さんが舞台上で回転するという演出が行われ、近藤真彦さんが友人として彼女を励ますシーンが描かれました。メリー北川さんはこの番組の企画を通じて中森明菜さんを支援すると同時に彼女と近藤真彦さんのイメージ回復を試みたとされます。しかしこの試みは多くの視聴者や批評家から異論が唱えられ、一部ではメリー北川さんの方法が適切でなかったとの声も上がりました。それでも彼女は中森明菜さんをメディアの前に再び登場させることで彼女の状況を正常化させようとしたのです。この出来事はメリー北川さんがジャニーズ事務所のタレントだけでなく他の芸能人にも影響を及ぼしていたことを示しています。彼女は自身の影響力を駆使して事務所外の問題にも介入し、時には物議を醸すこともありましたが、その目的は常に公共のイメージとタレントの保護にありました。このような強い措置は彼女の管理下にあるタレントたちにとって保護ともみなされる一方で、その手法には賛否両論が存在したのです。最後はメリー北川さんのジャニーズ事務所における役割とその影響力についてです。メリー北川さんはジャニーズ事務所の発展において中核的な役割を担っていました。彼女の厳格な管理と戦略的な決定が事務所の成長を大きく支えたことは業界内外で広く認知されています。ジャニーズ事務所という芸能界の巨頭を築き上げる過程でメリー北川さんは数々の批判に直面しながらも、その強い意志とリーダーシップで事務所を指揮しました。特に彼女の指導下でジャニーズ事務所は日本のポップカルチャーにおいて重要な地位を確立。彼女は事務所の方針を左右する決定を下し、多くのアイドルたちのキャリアを形作る上で重要な役割を果たしてきました。またメリー北川さんは事務所の母とも称され、タレントたちからは厳しさの中にある優しさと理解を感じ取れる存在として慕われていました。彼女は公私にわたってタレントの面倒を見ることで知られ、時には自らがスキャンダルの矢面に立つことも厭わなかった。このように自己を犠牲にする姿勢はタレントからの信頼を集め、彼らが安心して芸能活動に専念できる環境を提供していました。メリー北川さんの死後、ジャニーズ事務所は大きな転換期を迎えましたが、彼女が残した影響は今もなお事務所内に色濃く残っています。彼女が築き上げた基盤の上で新しいリーダーシップが事務所の未来をどのように導いていくのか、多くの業界関係者やファンが注目しています。メリー北川さんがジャニーズ事務所に与えた影響は単に表面的なものではなく、日本のエンターテインメント業界全体に対する深いものだったと言えるでしょう。私たちの旅はここで一旦終わりですが、メリー北川さんの物語はまだまだ語り尽くせません。彼女が築いたジャニーズ事務所という帝国はその後も多くの人々に影響を与え続けています。この動画を通じてメリー北川さんの生涯と業績、彼女が近藤真彦や中森明菜に与えた影響、そして彼女がジャニーズ事務所でどのようにして強力な存在となったのかについて学ぶことができました。彼女の決断が事務所内外でどのように受け止められ、どのような結果を招いたのか、それについてのあなたの考えをぜひコメントで教えてください。メリー北川さんの行動や決断に対するあなたの意見は、他の視聴者との議論を生むかもしれません。また、この動画があなたにとってどのような価値があったのか、どの部分が最も印象に残ったのかも共有してください。彼女の残した影響は、今後も長い間、日本の芸能業界において議論され続けることでしょう。彼女の生き様が芸能界に何をもたらしたのか、様々な意見があると思いますが、
それぞれの視点から見た彼女の評価についてもコメントで知らせてください。最後に、もしこの動画があなたに新しい知見をもたらしたなら、ぜひ友人や家族と共有し、チャンネル登録と高評価を忘れないでください。あなたの一つ一つのアクションが、このチャンネルをさらに豊かなものにしていきます。次回のビデオでお会いしましょう。ありがとうございました。